日本初、デジタルブラスト社が民間宇宙ステーションの構想を発表。皆さんこんにちは。世界の最新宇宙情報を発信する宇宙ビジネスチャンネル編集長のイノッチです。先日ですね、日本の民間宇宙企業株式会社デジタルブラストが日本国内初となる民間宇宙ステーションの構想を発表したんですよ。宇宙ステーションは宇宙環境を利用して研究や実験を行うための有人宇宙施設なんですが、これまでは NASA を主体に国の宇宙機関が指導してきました。しかし2024年を目安に徐々に運用を民間に移管していくことが決定していて、2030年には現在のものの運用を終える予定なんです。現在の宇宙ステーションの運用終了後の新しい宇宙ステーションの構築はすでにアメリカの複数の民間企業が行っているんですが、日本では未だ民間企業による構想が進められていなかったんです。しかし今回ついに日本初となる民間宇宙ステーションの構想が発表されました。素晴らしいですね。今回の発表によると、デジタルブラスト社による民間宇宙ステーションはサイエンスモジュールとエンタメモジュール、居住コアモジュールの3つの構成パーツで作られる予定となっています。サイエンスモジュールは企業や研究機関の実験環境としての役割を担い、小惑星で採取した資源や燃料などを保存するプラットフォームとしての機能や、宇宙ステーション内に設置された 3D プリンターでの製造機能も実現予定となっています。宇宙空間を楽しめるサービスを提供するエンタメモジュールでは、宇宙と地上をつなぎ、近年注目されている VR やメタバースを活用したサービスを提供するほか、多目的空間としてスポーツやホテル、撮影スタジオとして利用できることも想定されています。そして居住コアモジュールは通信設備やクルーが生活する居住施設などの機能を担います。2030年までに最初のモジュールを打ち上げることを目指して現在開発を進めているみたいなので、今後の展開に期待しましょう。今回は以上です。世界の最新宇宙情報をいち早く知りたい方はぜひチャンネル登録して新着動画をお待ちください。ありがとうございました。